が長すぎるの？ああ、アッコ。アッコは確か、あれ、なんだっけ？何の話？私、名前を覚えるのが苦手でさ。私の名前は別に長くないでしょ？覚えられないなら抽象だよ。だって、アッコのことはみんなアッコって呼ぶじゃん。それもそっか。かがりアツコだよ。あ、外国だと逆になるから、アツコかがりかな。ああ、そうそう。アツコかがり。ああ、これくらいなら覚えられるか。誰の名前が覚えられないの？いっぱいいるけど。例えば、キノコが好きな、なんだっけ？スーシーのこと？スーシーは、マンババランだよ。やる！ああ、アッコでさえ覚えられるのに。そりゃ、スーシーはルームメイトだもん。っていうか、アッコでさえって何よ？じゃあ、よくお菓子を食べている、ヤスミン、ん？ヤスミンカね。ヤスミンカは、アントネンコ。ヤスミンカアントネンコだよ。アマンダ！アントネンコ！ああ、言いながら忘れるな、こりゃ。アマンダでさえ覚えてるのに。おい、喧嘩売ってんのか？まあまあ。たく、その様子じゃ、コンスタンツェの名前も覚えてなさそうだな。そりゃね。コンスタンチェに比べたら、まだ他の人の名前は覚えられるわ。コンスタンツェな。ま、別にフルネームで覚える必要なんてないんじゃねえの？めんどくさい時は、コンスとヤースナで済むし。そんなこと言われたら、絶対にルーナノバを卒業する前に、コンスタンツェのフルネームを何も見ずに言えるようになってやる。頑張って。いやー、長すぎるって。コンスタンツェのフルネームでしょ？え？どうしてわかったんだよ。あたし、コンスタンツェの名前を覚えてるよ。本当か？じゃあ、教えてくれよ。うん、いいよ。コンスタンツェア・マーリエ・フォン・ブランシュバンク・アルブレヒツベルガーでしょ？げ、なんで覚えられるんだ？友達だもん、当たり前だよ。マジかよ、私も絶対覚えてやる。アッコにだって覚えられたんだし、私にできないはずはない。一言余計なんだよね。だって悔しいじゃんよ。それじゃ、教えてくれたアッコには、これやるよ。